囲われてるんですよ。全国ニュースにもなっておりましたので、ご存知の方多いかと思いますが、昨日長野県で行われておりましたアニソンの野外フェスアニエラ、こちらが途中で中止になるという事態が発生しました。なぜ中止になったのか、今回のフェスに参加していたとあるクズが他の参加者さんを刃物で刺したため中止になりました。まずは今回被害に遭われた方がもういち早く回復されることを願っております。そして今回の事件を経て、ツイッターであったり、まあ、いろんなところで本当にいろんな意見が出ておりまして、まあ、私が見る限りなんですけれども、まあ、2つ意見見かけるかなと思っている次第です。まず1個目なんですけれども、またアニオタが世間から悪く言われてしまうと、いい加減にしてくれと、そういった意見見かけます。まあ、今回ね、全国ニュースにもなりましたし、ネット記事なんかでも、取り上げられておりました。ヤフーさんのね、ニュース記事のタイトル見ていただけるとですね、いや、めちゃくちゃ偏見やんと思いますけども、まあ、今回は、長野県で行われたアニソンの野外フェスだったわけでございます。何の悪いことはない。ね、アニソンの野外フェスなんてどこでも行われておりますから、ね、今回4000人もね、導入するという規模で、まあ、結構大きいなと思うんですけども、そのタイトル記事のね、中に、アニソンって言葉があって、それは全然いいんですけど、なぜかですね、アニソンだけ囲われてるんですよ。囲う必要ないじゃないですか。なんでそんなアニソンを強調するのか。で、またアニメオタクがやらかしたぞと言いたいのか、わかんないですけども、また世間からですね、アニオタは危険な存在だ。まあ、アニオタだけではなくね、もうオタクは危険な存在だと、ね、言われるかもわからない事件だったわけですけども、個人的に言うと、どうでもいいんですよ。はっきり言って。世間のね、方々からね、やっぱアニオタは気持ちが悪い、危ない存在だと言われるのはもうどうでもいいと思ってるタイプでございましてですね、もう、関わんないじゃないですか。言ってる奴らと、ね。ね、今頃なんかね、スマホの前でこう、さささ言うてね、ポチポチポチ言うて、アニオタ怖いだとか、ね、カタカタカタ言うて、アニオタはこれだからとかね。書き込んでる奴だと、私の人生で交わることないんで、そんな奴だと、ね、どうでもいいんです。言われてようが、私は楽しくアニオタ人生過ごせますし、ね、私が関わってくれてる方、人生において、関わってくれてる方はね、本当ありがたいことに、もう皆様ですね、私がアニオタであるということを理解した上で、優しく接してくださってますんで、私周りほんまにいい人しかいないですから、そんななんかね、ね、カタカタ言うてやってる奴らなんかいないんで、言わしときゃいいんすよ、そんなもん。アニオタがどうのこうのなんか、言わしとけばいいですし、もしね、人生において、アニオタに偏見が持ってる方とね、私が交わったとしても、そこで私が普通に振る舞ってね、案外ええ奴やん、と思われたらそれ得じゃないですか。マイナスからスタートなんで。マイナススタートからの、わ、ええやつやんってね、なりやすいですから、ね、推しの子でも言ってたけど、ね、なりやすいですから、まあ、全然もう言わしときゃいいというところで、もうどうでもいいなと思いますね。で、もう一個、意見見かけたのが、いや、これ規制が強なるやん、みたいな。今回のね、事件がございましたので、例えば、入場とか、別にこんなアニソンのフェス関係なくね、ライブとかイベントとかいったら何でもありますけど、持ち物検査とかあるじゃないですか。ああいうのが、わ、厳しなるわーみたいな意見があったと思うんですけど、いいじゃないですか。厳しくなれば。だって、今回も、まず意味がわかんない。フェスに刃物持ってきてるって意味わかんない。殺しに来たみたいな。誰か殺しにフェス来ましたかみたいなね、形ですし、まあ刺した人も殺すつもりで刺したみたいな、言ってましたけれども、そもそももっと厳重にね、いや別にフェスの運営者さんを責めるつもりは全くないんですけども、厳重にね、手荷物検査してれば、もう事前に、こいつ刃物持ってるやん、みたいな。退場退場みたいな。
形にできたかもわかりませんから、手荷物検査がね、厳しくなることは何も悪いことないんじゃないかなと思います。で、やましいもん持ってなければね、手荷物検査されたところで、ね、嫌な思いしませんから。まあ、中にはその他人にね、自分の荷物見られたくないっていう方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、いや、そいつもやっぱ関わんないじゃないですか。他人なんで。で、他人にね、荷物見られたところで、その後楽しいね、ライブが行われるのであれば、ね、全然我慢できるんじゃないかなと思いますし、私先日ですね、アニソン行ったんですよ。これもアニソンのフェスね、もう日本国内で最大級と言ってもいいアニソンのフェスなんですけども、2年ぶりにね、アニソン参加させていただいたんですけど、いや手荷物検査めっちゃびっくりして、めっちゃ厳重やん思って。もうめっちゃ出されたんですよ、荷物。バーって言って、荷物出されて、手荷物検査されましたし、いや、2年前確かなかったと思うんですけど、金属探知機で、バーって見られたんですよ。うわ、めちゃくちゃ厳重やん、思って。この 2年間で、もうなんかすごいことなってんな、と思ったんですけども、いや、全然それぐらいしてもいいんじゃないですか。どんなライブ、イベントでも。そんな、危険なことが起こるのをね、事前に、防げるのであれば、もうなんぼでも、ね、手荷物検査厳しくね、していただいて、で、規制なんかも厳しくしていただいて、全然いいんじゃないかな、と。思っているところで、まあ、大まかに言うとこの二つの意見を結構見かけたんですけども、いや全然どっちもね、どうでもいいなと思ったんですよ。で、今回の事件でね、やっぱ、一番何が問題かっていうと、参加される方が思う存分楽しめなくなる可能性。ここやと思うんですよね。それは、ファン側というか、フェスに参加する、お金払って参加する側もそうですし、アーティストさん側、もうあちら、演者さん側、で、参加される方も、そうやと思うんですよ。怖いじゃないですか。ね、フェスに参加して、ワンチャン、隣にね、騒いでるやつ、刃物持ってるかもわかんない。で、アーティストさんも、ワンチャンなんか最前にいる人たちが、柵乗り越えて刺しに来るかもわかんない。そういう恐怖を持ってフェスに参加せなあかんくなったかもわからないっていうのがもう一番の、問題点じゃないかなと思いますね。で、今回被害に遭われた方は、いやもう怖ない。もう私やったらもう一生フェス参加しないですよ。恐怖すぎて。ワンチャンまた刺されるかもわかんない。ワンチャン、まあ刺すじゃないけれども、なんか怖いオタクがいて絡まれるかもわかんない。そう思ったらもうフェスはいけないですよ。私やったらね。すごい恐怖心を。植え付けられるなと思いますし、やっぱ単純にね、他の被害遭われてない方、で、私なんかもう現地にすらいないですけども、やっぱ怖いですもんね。フェス、何があるかわかんないっていう。で、最近で言うと、ガールズバンドくらいっていう作品の、フェスですね。で、なんか、まあ、民度が悪かったと。ダイブするだとか、サークル雲だとか、モッシュがあるだとか、リフトあるだとかね、なんかすっごい荒れてて。で、それに対してやっぱガルクラのファンの方が、すごく意見をね、物申してて、で、公式からも、そういう行動は、禁止ですよという、お声がありましたけれども、でもやっぱそれ見ちゃうと、うわ、ちょっとね、怖いな、みたいな、参加して、モッシュにこう巻き込まれてね、嫌な思いしたくないな、とか、そういう思いがあって、ガルクラ好きやけれども、トゲトゲ好きやけれども、ライブ行くのやめようかなって方、絶対にいると思うし、で、それ以上じゃないですか、刃物で刺されるって。命に関わることなんで、そういうのがね、うわ、フェスってあんねやと思ったら怖くて参加できない。参加してもちょっと怖いという、考えが頭にね、あるという。これが一番の損ですよ。じゃあ、アーティストさんからしてもね、そんな、ね、ビクビク震えたお客さんの前でライブするっていうのも気持ちよさないと思いますし、まあ、アーティストさん自身もワンチャンこちら側も刺されるんじゃないかなと思いながらね、パフォーマンスするのも絶対に、いいパフォーマンスならないと思うんで、そういうことが一番の問題点じゃないかなと思いました。で、昨日やっぱすごい心打たれたのが、その昨日のフェスに参加する予定だった、あずなりこさんっていう、アニソンシンガーの方、まあ、声優さんもやっているんですけど、がいらっしゃって、まあ、中止になったんで、パフォーマンスできなかったわけですよ。っていうところで、もう急遽、まあ、YouTube チャンネル持ってるんで、あずなりこさんは。そこでね、ライブで歌う予定だった、セットリストで、まあ、配信されていて、で、もうアーカイブは残しませんっていう、ところで、まあ、それはライブだってね、残らないわけですから、そういったところでね、ライブ配信してて、私、
まあ、あずさりこさんの楽曲大好きなので、まあ、しょっぱら形から歌ってられてね、わ、形ええ曲やなとか思いながら、ほんと素敵やなと思いながら、視聴させていただいてたんですけども、その中でやっぱ MC としてね、お話しされてることもすごく、うん、心にね、刺さるものもあったし、そういう思いを持ってね、ライブに参加してくださってるアーティストさんのことを考えると、うん、すごくね、今回の事件っていうのは許せないことだなっていうのは強く感じた次第ですし、許せないですね。あ、ごめんなさい、言葉まとまってないですけども、まあ本当に残念という言葉ではですね、まとめきれないような、事件が起こってしまったなと。なんかオタクが喧嘩するぐらいだったらまた可愛いじゃないですか。殴り合いの喧嘩とかね、全然あるんですよ。オタク良くないけど。全然あるんですけども、もう命に関わるような、もうこれはもう刑事事件ですから。はい。そういうことがね、起こってしまったっていうのは、ものすごく、許せない、ことだなと。今後の、フェス、ライブ、イベントっていうところを考えても、ものすごく大きいことだったんじゃないかなと思った次第でございましたっていうところで、まあ、私も本当にアニソンフェスも参加させていただいてる、楽しく、参加させていただいてる側でしたので、思ったことありましたので、お話しさせていただきましたっていうことでございました。まあ、とにかくですね、被害に遭われた方が、本当早く、ご回復されることを、祈っておりますし、参加されていた方の、まあ、心の傷なんかもあると思いますね。近くでね、なんか血しぶきがなんかかかったみたいな方もツイッターで見かけましたけども、そういった方の心の傷なんかもですね、なかなか言えないかもわかんないですけど、目の前で人刺される経験なんかもない、なかなかしませんから、かもわかんないですけども、今後そういう方が、まあ、楽しく、イベントに参加できる日が来ればいいなと思いますし、アーティストさんも安心して、イベントに参加できる日が来ればいいなと思いますし、まあ、今回スタッフさんもですね、そんな被害なかったっていうところも、まあ、いろんな今後ね、金銭的な被害出るかもわからないんですけども、まあ、身体的にね、被害がなかったっていうのは、唯一良かったところかなと思ったりもするっていう、ところで、今後、アニソンのフェスがですね、明るい未来、迎えてくれればなと思う次第です。以上です。